ああ皆様こんばんは。今週も金曜日の定例配信会始めたいと思います。5分ほど早いですけども、配信は今のラジオを流してまして、いつも通り21時から式の今季の市大会はやりたいと思いますので、よろしくお願いします。Thank you.
Dial in. Round three, fight!
Yeah.
はい、皆さん始めますよ、始めますよ。はい、ラストで今日は12人です。最初はセロテープさんとヒカルくんなんでよろしくお願いします。
はい、じゃあ、配信で空いたんで35回四季の細道始めます。誰か喋る人いません？喋る人いません？いないですか？喋りますか？まだ間に合うというか予備枠あるんで、はい、予備1に今事務処理をやってるんですね。ええ、少々お待ちください。はい、どうも。最近 S 流を始めました、ロードです。いいですか？喋る人いません？いいですか？喋る人いません？いいですか？僕に喋らせるんですか？まあいいですけど、第35回四季の細道始めます。はい、なんだかんだ35回まで来ました。こんにちは、川島でーす。はい、マジか、なんでいきなりバルログ。あ、1周目するようですよ。はい、セローさんがホンダ、ヒカルさんのバルログです。さあ、いきなり残機ステージでしたもん。面白いですよ、これ見てて。さあ、見えているのか。お、ついに始めてきた。よー、はい、いいね。さあ、いじめに行きたい。おっ、すごい当たる。あー、なんとクリスタルで逃げた。さあ、決めに行きたいけど。まずい。もういい勝負。さあ、爪を取ると死ぬぞ。ここ、あー、負けなかった。スラテープさん負けなかった。これさっきね、ダイヤ見たら、はい、ホンダがちょっと有利みたいですね、これ。あ、5分かな。ホンダワールドがなんか5分ぐらいみたいですよ。あんまり見るカードじゃないですよね。かなりバルログ戦はいけるらしいですね。なんか苦戦してます。おお、出る。ちゃんと持続してましたね。あ、ちゃんと見てましたね、やっぱ。あれ、スパコン、あれ以外、鬼武装以外出ないんですよね。はい、京さん、剣です。さあ、先ほどセロテープさん、あ、久しぶりの京さん、龍剣に勝てないって。さあ、ホンダキラーの剣ですね。はい、さあ、これ逆にホンダがかなりきついカードですね。さあ、しかもザンギステージ、ザンギは俺がいますけど、俺一番最後なんで。さあ、俺が出るまでちゃんと見る、ちゃんと待つ。さあ、投げて、ちょっとごちゃったか。ジャック昇竜手出しましたね。しょうがないですね。ナイスね。
めくったけど、ハテッコさんだ。ハテッコさんです。はい、今日20人ぐらい見てらっしゃいますよ。あ、マジですか、はい、いいですね、ちょっとずつ増えて、はい、さあ、めくりドスコイ、めくられドスコイか、はい、ちゃんと逆側に出て、あー、出ない。さあ、さあ、ワンチャンあるか。あー、くそーれー、あれ、落とせ。あ、あれだ。さあ、手出したところで100円、はい、とちょっと見てない隙にセロさんが死亡。そして今日はちょっと日に焼けてるトモザくん。なんかトモザくんちょっと黒いっすよね。なんか気のせいですか。なんかわかんないっすけど、あれ黒い友達。さあ、ブランカ、さあ、ブランカ系も結構面白いカードですよ、これ。さあ、弱勝利ちゃんと刺す。お、シャル君が来てくれました。あ、 A さんも、あ、 A さんとシャルさんが参加。さあ、開幕バーチカル。さあ、1回目の飛びは通らず、さあ、できれば完全対応したいところ。さあ、あのね、逆波動ね、垂直で避けれるブランカーね、かなり強いですよ。そうですね。さあ、危ない、バーランが刺さったが、昇竜拳ちゃんと弱小竜が出る。さすがですね、ランキーステージでも出る。さあ、あの波動が垂直で受けるのすごい難しいですよ。さあ、いや、ちゃんと見てますね。ちょっと前を詰めてね、前歩いて耐久してますから、あれだと勝利で落とせると。さあ、冷たい、あー、うまい、冷たい。わあ、それはな、今のは今リバーランですかね。リバーランに中足刺さったんですかね、多分ね。あれ、中足勝てるんですね、判定的に。中足、うん、出る前ですね、リバーランの。はい、次、さあ、グッチさんのフォーク。あ、友田さんの次はグッチさん。グッチさん。グッチホーク。さあ、ここ1年弱ですかね、1年ちょっとグッドホークを練習しているグッチさんですが、かなり強くなってきてるんで、さあ、いい勝負になるかもしれません。そうですね、強昇竜で対応できてしまいますから、そこをどうしてくるか。そもそも最初のコパンの安全重ねができているかできてないかで、もうかなりフォークの精度が変わりますね。ちゃんと勝利渡らない前でコパン重ねから楽にいければ、最終で逃げられても何かしらできる。逃げるか、うわー、ガード一瞬入ったかと思いましたが、入ってなかったですね。なんか5番、ね、5番押してからガードしましたね。さあ、この前ですね、歩いてますよ、ちゃんと。さあ、このリズムで行きたい、リズムで行きたい。歩いて。あー、投げられた。さあ、ここ、逃がすとまずい。なんとしても仕留めたい。あ、見てる。置いてある。あれに中足か大足を差し込んで、あーと止めた。最後は読み込んドルダイブ。さあ、ハクのキャミ。さあ、最近ここ1ヶ月ぐらいキャミ練習してます。キャミね、難しいですよ。
さあホークわかんねえって言ってますが、あ、まあ、キャミーはねホーク戦かなりいけるんで、もうしゃがみ中足で、ね、飛んできたら何かしらの対空で落とすと相打ち以上で。さあセロテープさんがセコンドについてのハックンです。投げて投げるいいですね。すごいすごいぞ、すごい、なんだこれは。かつてこんなキャミーがいただろうか。ああ固められる。ガチャガチャやってましたけど出なかったですね。いいですね、わからないなりの。さあ出ない。さあ刺して、空対空で、さあ詰められる。あさあグッチさんの圧力が壁になってますね。コパンから歩き台風。さあペコさんの X 流、ペコさんの X 流、 X 流お珍しい。さあグッチさん腕の見せ所ですが、優先かなりやってるはずです。まあ必然的にやることにはなりますよね。ああ逃がしてしまった。精度が固めて、さあ画面端はいけるか。さあどう出る。さあごまかしてごまかしているがめくってさんガードして我慢しますね。さあ慎重に慎重に、ああこれはさあと一発お互い。おお真空弱小竜。さあ分からん飛びで、あれめくり竜巻とのね卓になってるんですよ。いいですね。さあしっかり出ますね、さすがに。さあワンチャン。さあスパコン溜まって、またしても竜巻。はい、空真空地上で食らってましたね。はい、イロハさんの S バルログ。バルログマニアックすぎますね。スバルログはテラーがないんですよね。そうですね、対空をどうするか。最近なんか立ち台キックが届く距離は立ち台キックやってましたけど、あの上から来るのはどうしようもないですからね。楽天で逃げるぐらいしかない。さあピョン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 して三角飛びし近づくけど、さあ裏回って投げたいが裏回れない。削っていく、地道に、ね、地道に。いや弱小竜投げて裏回れた。裏回り投げがやっと通りましたね。さあ残留ステージなのでこの竜ペコさんも気を抜くと危ないですよ。この竜明らかに爪を折りに行ってますねと。爪を消したいと。取れろいや早い。あさて僕が S 流で、あローロさん、はい、はい、いってらっしゃい。ローロさんが S 流。
さあめくりショーが強い。上手で逃げるが勝利暴発で見ているぞ。あーこれはやりに行った。さあ1本目はイロハさんのエスカルグ。さあ裏回ってさあちゃんと見てますね。あっと危ない。あの大足はね、何らかの反撃を食らいますんで。残儀ステージのバルログやばいっすね。やばいっすね。飛びが全く見えないっすね。さあ、珍しくメロチュンリーチュンリー頑張ってテンション出したが、あーさあ体力6割近づいて投げて刺される前にもうやるしかないですね。やられる前にやると。さあ上から上から上からいいですよ。さあスパコン溜まったがこれはあーそっちだそっちだったか。ちなみにメロさん最初はチュンリーでやってたとか。そうですね、やれるの頃はチュンリーでやってました。うわ飛んだところに。刺さる刺さっちゃう。あーどうにかしたい。ならない。背中からスライディングを刺してこっそ。さあ次がシャルグさんの剣。さんの剣剣ならバルログはいける部類ですね。いける部類って言っても64とか多分それぐらいなんでしょうけど、まあ、しかし S バルログなんで若干は弱いぞ。さあ爪が消えた。さあ出たり入ったりしますね。おおぴょんぴょんですね。歩きも速いし飛びも速いし。あーおーうまい。もうぐちゃぐちゃにされるならぐちゃぐちゃにしに行くと。さあシャルケンが今すごいものが見えましたね。テレポーテーションですね。投げてさあ対空が分からなくてつなぎ食らう。詰めない。勝利重ね。あースパーコン。さあ次がモツさん、モツさん、モツさんのブランカ。モツさん、さっきちょっと俺が残儀使ってのじやってましたけど、かなり強いブランカですね。さあ剣戦いかがでしょうか。さあシャル君の剣は多分ブランカ戦そんなに数やってないはずなんで、あんまり分かってないかな。さあモツさんのブランカが瞬殺。壊しを連打している。あれ普通に大パン入りますね多分ね。おっかり昇竜。シャル君もね、見てから性能はかなり高い方なんで。
ねブランカといえど落とす。残機ステージでもちゃんと落としますね。落とせないマイルは勝利を吐きません。お、ちゃんとできてる。コアコアレッパーつながってます。さあ1本ずつ取り合って、あっとあれは先出し大パン強いですね。あれね、さあ昇龍さあ強気に波動を打って画面を押し返していく。さあ昇龍、ただ怪しかったが、あー壊しに相打ち。サル君が2勝目かな。さあ次が小江戸さん、小江戸さんの DJ DJ です。ニューチャレンジャー。はい、ない、ね、あ、あったあったあった。これはさあ小江戸さんの DJ とシャルくんの剣。さあ小江戸さんもいろんなキャラを触りますね。さあこの画面味の弱波動固めが剣だとなんか超強いですね。あーピヨッとしまう。しかし安いぞこれは。さあ剣側にあら、あーレッパがあったが終盤で裏側落とされてしまいました。剣 DJ は DJ 有利ですよ ね、 ね。はい、遅刻のほぼ山本です。あーお疲れ様です。こんばんは。剣 DJ は DJ ユリ。DJ ユリですね。あー、波動剣ってことですかね、やっぱり。まあでも、ワンチャンね、こうやって画面端に DJ が追いやられると、はい、剣のなんか弱アローの固めがね、すごい強くて。あー、なるほど。全然飛べないですね。あっと、間合いを間違えているぞ。投げを通した。読まれている、これは。おっと。あれ DJ はもしかして、あれですか、小江戸さん、あ、これか、川島さんですね。次小江戸さんの DJ、 なるほど、ちょっと勘違いしましたね。シャルさんの DJ かと思ってましたね。続きまして、川島さんの残儀ですね。 DJ 残儀どうなんすかね、全然わかんないですけど、多分残儀不利ですよね。あ、プロテープです。割といい勝負なんですよこれ。あ、そうなんですか。そうです。意外。 DJ の技はそこまで長くないので、はいはいはい、今みたいにスライディング食らないぐらいの前で頑張れば。じゃあスクリューと間合いはそんなにいい間合いな。そうですね、まあ、食らないとこまで近づいてスラ打ったらばスクリューで吸ってれば。なるほど。中足も短いし、弾をもらわないように慎重に立ち回ってやれば残機もそこそこいけるってこと。なるほど。じゃあもうもろい残機有利、先ほどみたいな足、そうですね、足、あの、まあそうですね、追いやればかなり。あ、川島がうまい。もっと引っ張った。やりたいだけ。早々に小枝さんが席を立ちましたね。さすがにあの体力からファイナルアトミックもらって生き残っちゃやばい。A さんですね。続きまして A さんの剣ですね。
さあ A さんの剣かなり強いらしいんでちょっと期待してみましょう。メインキャラですからね。そうでしたっけ。違うんですか。メインキャラは外部だったような気がするんですが。おめでとうございます。お、チョップが冴える。さあお次。でもさすが川島さんというところですね。優先戦かなりうまいですね。おっと、いきなりやりにいった。すげえ速い、すげえ速い、すげえ速い。めちゃくちゃレバーが出しておっと、サイドスクリュー。はーい、じゃあ仕事していきます。あ、すげえ、あれ どういうルールなんでしたっけ。変わったんでしたっけ。あ、頭から、なるほど。もう頭から。おっと、ホンダ。今日スロテクさんホンダでエントリーでしたね。これはもう仕事ってやつですよね、いわゆる。ね、余計なことさえしなければ。しちゃいましたね。ここからあーっとスクリュー失敗。ダメージゼロドットあるのか。なかったなかった。おいちょうしこき今危なかった。おいちょう、はい、世界だけに嫌なところ分かり知り尽くしてるって感じですね。いやーさすがさすがさすがです。あれ放送入ってますこれ。インディア、コーヒーあります。どうぞ皆さんどうぞ。今日あれですね、ウルトラストリートファイター2の発売日ですよね。ですよね、今日ですよね。はい、どうなんですかね、皆さん家でやってるんですかね。あ、クレジットですね。で、ここでハクさんのガイル 1P で、小江戸さんベガ 2P ということで、さんメキメキと強くなってますからね。まだ始めて1年も経ってないよ。ところが1に5段でフィニッシュ。メガガイルはかなりいい勝負ではあると思うんですけど、やっぱ難しいですよね、どっち使っても。そうですよね、やっぱりキャリアの差が。さあ3は溜まっている。ウルトラストリートファイターでベガがヘッドプレスとか言ってましたね。いますね。言っちゃってました、ね、ほとんどのボイスがついてて、あれ多分ウルフォーのボイスだと思うんですけど、言っちゃっていいですか、ね、ガエルもサマソーって言ったり、ダブルニープレスみたいなこともね、思いっきり。ナイスですね、バックジャンプ大キックで、はい、ヘッドプレスって言ってました、ね、二択にならない気がするんですけど。お、アーマーがちゃんと出てますね。バルログも言ってほしいですよね。バルセロナアタックとか長いスカイハイクロー、ちょっと長い。
して、ロードさんの S 剣。とかあんまりなんかしない感じだったり。そうですね。自分も全く教えてませんでした。おっと、変な当たり方。さあ、ピュルよ。おっと、耐えた。いいとこに勝利券置いてある。波動連打、さあ使わせて。あー、これこれで、ね、今ので置き攻めがあったりすると割と。そうですね、ゲージもないんで飛びから卓をかければかなり。おっと、怪しい。逃げ切りですね。うまいこと逃げ切った。友田さんです。あ、ベガ対決ですね。ダブル2、ジャッキーダブル2的なやつですね。かなり抜けるのが難しいやつですね。抜ける方法はほとんどないですよね、ゲージがない。上り小 P で一応なんとかなるらしいんですけど、間違えちゃうと。ああ、そうですね、そっちですよね。そうですね。さあ、ぴょん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 。勝ってるのが大田さんです。 2P 側も P 側が負けてる。あ、今のランダーごめんなさい、まだ体力差ほぼほぼ破壊しました。噂の W2 固めを。あー、出ました。さあ取り返す。あ、ぼやいている。つまんなくてもやらなきゃいけません。残儀残儀とかやりたくないですけどね。このキャラ、そうですね、残儀残儀も好きな人は好きだし、面白いキャラもありますけどね。面白くないキャラも。おっと、といったところで、ダメガラのトモザ5ってやつですか。これが噂のトモザ5ってやつですかね。ごめんなさい、適当に言ってます。続いて、ヒカルさんのバルロブ、バルロブですね。さあ、変な押し合いが始まった。おっと、ちょっとあれですね、皆さんそういえばデブリースターですか。そうですね、相手にもよると思うんですけど、フェイント技だからやっぱり。そうですね、ゲージためと、まあ奇襲に使えなくはないですけれども。
てるから投げられて投げられて寄らない。スクリーチ、ポンと表だった。あれ分かんないですね。キャラで決まってるのかな。乗り抜けないですね。サイコ投げ、サイコ投げ、懐かしのサイコ投げですね。続きまして、カワシムさんですかね。ラウンド1カワシムさんも DJ ですね。今も上り正面からあっという間に画面端、おっと逃げた、戻ってきてスライディング差し返す、いい勝負ですね。さあそしてさあめくりにならない、すかして3段逃げれたけど後ろからですね。ガードしてヘッドプレス確定だし積んでる感じですね。さあマシンガンで拒否る、最高、スラが入って最高で削って投げる、最高投げ得意ですね。ネロさんのガイル、さあガイルベガはガイルはかなり難しい策を迫られることがあります。さあよくガードした、しかし削り角、あのダブル2からの投げがね、ほんとタイミングが難しいんですよね、投げ返すのが。さあこれはさあ次はテコさんの、お、エース剣来ました。さあ、S 剣使いの中でもかなり強い S 剣でございます。さあ、波動の打ち方が絶妙ですね。さあ、画面端の波動固めきついです、ベガ。さあ、ライトミアがないので抜けるのは至難の技。やっと溜まったが、さあガードしっかり見ていますね。はい、すいません、あ、テコさんですね。そうです、波動の固めがねきついですよね、ベガーね。そうですね、分かってる感じですよね、やっぱり。さあ、5パンで落とす、パンパンパン裏に波動出てしまった。あれ多分、あれちゃんと後ろ、あの前に向かって出したはずなんですけどね。そうですね、抜き直ってないと。そう、後ろに出ちゃう、後ろに出ちゃう、ね、さあ、友田君取り返して、ラウンド3、はい、開幕前歩きですね、ではすごい卓です。さあ、玉よけがうまくて、あさあ、コバをガードしてますね。さあ、勝
竜。見えてますね、大昇竜が。さあ、友田くんはワンチャンなナイトメアで。さあ、しっかり釣って投げ落とす。おほほ、投げ投げ。さあ、これは読み切れなかった、ベコさん。さあ、友田くんが5連勝。さあ、次はセロテープさんのザンギエス。さあ、この緑色のザンギ、やるときはやります。さあ、今日はどっちなんだ、やれる日なのか。伝説の人しかいないですね、最近。さあ、直接小足からスクリュー。いや、今の間合いはうまいですね。いいですね。めちゃめちゃ吸われてるように見えますからね。さあ、ベガ側はひたすらカニですね。カニ、カニ。さあ、あのカニをやりに行ったところに大ヤシなり飛ばれているとワンチャンで死ぬ可能性もある。これベガはあれですかね、ゲージ溜まるまでは。そうですね、もうひたすらこのカニの連続でっていうところなんですね。ゲージ溜まってやっと角がやりに行けると。さあ、しっかり見てからホバー。ホバー刺されましたね、今。今多分軽ラリーでも間に合ってるタイミングですね、あれね。さあ、開幕ダブラリー。あ、これは読まれている。おお、まさかの掴み返した。多分投げに行きましたよね、あれ。タクですけどね、しゃがみ中足食らってもピオルシー。伝説の5段の技が。さあ、セロさん惜しかったが友田君止まらず。あ、次シャーレスさんのバソバソバイソン、バイソン、あれ、久々にメインキャラですか。さあ、異種格闘技戦。でもシャーレスさんメインキャラ何なのか僕知らないんですよね、よく考えたら。シャーレスさんボクサーでしょ。うん。あ、一時期ね、竜使ってましたけど、まあメインはバイソンです。さあ、ちゃんとデビルは、シャリ流さあ、友田君の中段中キックで寄ってしまう。あんまりやる気ないとか言ってたけどね。さあ、ガード返す。投げる、投げる。オーバーからダブルに。さあ、中足中足。あれだけね、投げが通るとね、投げ返したくなりますね。さあ、次はイロハさんの、またしても S バルログ。さあ、何が面白いのか分かりません。楽しみ方を教えてください。さあ、なんか青いエスバルロですね。さあ、体力あっという間に7割減っている。さあ、何もできずに。減らねえ。これなんかエスバルログって防御力少ないんですかね。なんかすげえ体力一発当たると減りますけど、わかんない。なんか超減ってますよね。チューチューチュー。さあ、ナイトメアがあるので爪守った。あ、バルセロナの出方がちょっと違うと。
あ、バルセロナ自体ね、出すのもちょっと難しいんですよね、エスパルロが確か。なるほど。さあ次、モツさん、モツブランカ。さあ、さあベガおやつですか。さあおやつですよ、おやつベガ。さあおやつ、あー食べれない。さあしかしこのベガは一筋縄ではいかないぞ。さあ垂直から直神。ブランカの髪ってなんかタイミングつかみづらいってね、投げ返しづらいですよね、あれね。さあ、よし。さあ、しっかりガードしている。ペオッと減ったぞ。さあ、おやつか、ベガおやつなのか。あー、なんとバッチカル。さあ、友田くんが7連勝でストップ。京さんの剣ですね。ブランカね、実際自分が使うとね、すごい難しいですよね。歩きは遅いし、ジャンプしてもね、全然前進まないし、まあ、唯一、まあ、リーチは長いですけど、あと髪が強い。しっかり見てますね。さあしっかり昇竜を落としている。おお、なんと投げる。さあ、剣側はブランカがやりに来るところにカウンターを入れるスタイルですね。あ、これは死んでしまう。さあ、モツさん、キョウさんが勝利。ベックスさんの、またブランカ。さあ、キョウさん、ブランカ連戦ですね。さあ、グッチーブランカ。さあ、グッチさんもいろんなキャラを触りますが、ブランカはかなり強い方の部類です。減る、あれ減りますよね、大パン、中パンローリング。しっかり対抗落とします。おっと、今のは間に合わない。お、裏だった。さあ、全然減らなかった。さあ、キバラ、キバラ飛びは落ちない飛びじゃないですか、あれ。さあ、グッチさんのブランコが勝利。今日はなかなか勝てる人が少なくて、
今んとこベガ、友田さんの、ベガ8勝で、2位が、イロハさんの S バルログが3勝で2位ですね。今日はかなり知ってる感じですね。さあここワンチャン A さんのガイルが倒せば2位になる可能性も高いですね。3勝でいいんで。ただこのガイルはブランカ戦かなり難しいですね。リバーランがね、ほんと強いですよね。なんとビリビリしている。喜んでいる。ブランカがリードして下がっちゃえば何もしなければブランカがペースがないんですが、そうですね、なかなかダメージ源がないんでね。あのスタブぐらいしかないんですよね。さあ A さん取り返して、さあ3本目。さあ初定の位置まで来たからダメージはもらってない。さあファーストヒットが入る。さあお互いにかなりやりにいってるが、ちょっと噛み合ってない感じ。さあなかなかソニック、そうですね、ソニック打たない方がいいのかもしれないですね。ガードしてもいいよ。うまい。あー重ねから揺らされて中足ローリング。次もまたガイルですね。まあ、なんとグッチブランカが A さんのガイルを倒してグッチさん2勝目。さあ次の、ハクさんのガイルかな。さあハクさんのガイルに勝てばグッチさんのブランカが2位タイになります。さあうまい。さあいいですよ、いいですね。ブランカ側は近づくだけでも必死です。中足に小足を差し返すが、やっぱりソニックですね。ソニックを打つとリバーラン、ソニックが打てないところに寄ってるとブランカが歩いて噛みに行くと。さあうまいですね、中間で落とす。サマは当たんないです、あれ。さあ、ブン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 。さあ、神に行ったが、さあ、グッチさん、スタブ食らわないですね、全然。さあ、おっと、裏側からソニック、しわしが行って、ビオリーチだったが、さあ、いい勝負になってるぞ。さあ、どうする？第一ローリング大きい攻めはビリ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 。これでグッチさんが3勝で2位タイです。もう1勝すれば。しかし次は小江戸さんのベガです。ラウンド1ファイト。さあ小江戸さんのベガ、ベガブランカです。さあベガはかなり難しいですが、どうなるでしょう。さあ飛びが通る。さあいい勝負。歩き投げ投げ。小江戸さん1本目勝利。
も五分ですね。さあ五番でめくったが、今のは噛めないですね。さあ抜け、さあどうなる。ただワンチャン大パンから噛みとかでも、あっ、まあ中足ですかね、置いてありました。さあこれでグッチさんが3勝の、いろはさんが3勝で2位タイですね。 2位決定戦、いろはさんとグッチさん。いろはさんのエスバルロで対グッチさんのブランカーで、2位決定戦をレーでやって、で2位で勝って、今これで勝った方と友澤君の手がで決勝戦をやります。さあ1回リセットしてステージを選び直します。1位が友澤さんの7連勝の手がで、2位がいろはさんの S バルログの3連勝と、グッチさんのクランカーの3連勝ですね。今2ゲームをやってるところですね。2ゲームが1、3、さあ、バルログ、なんかさっきと色が違うような気もするわ。爪が当たらない。さあ、完全目の前やってる。さあ、グッチさん、なんか漏れたが、釣りなんですかね、あれ。あれもスライディングちゃんと入りますね。さあ、爪は守れるのか。おっと、ゴロゴロ、おっと、減る。ダブルアップの投げが決まって、さあこれで 1-1、はい、さあお互いにぐる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 後ろに回転しながら後ろ行ってます。さあ髪が入る。さあ上取られるときついぞ。あちょっと近いですね、あれね。あ爪が吹っ飛んで、飛んでしまった。さあ、これでグッチさんが2位になりましたので、友田くんの、ベガ8勝のベガと、グッチさん3勝ブランカ。これで優勝決定戦です。3本選手です。さあ、友澤君、これはかなりプレッシャーがかかる戦いだ。さあ、なぜかバイソンにカンソールを合わせているが、連勝数1位は友澤さんなんですが、友澤さんがさっき優勝止めたのはブランカでしたね。そうですね、ブランカ戦はね、ベガーかなり難しい方なんで。垂直しかしてないぞ。キックでぴょんぴょん飛んでいるが、今の位置だとね、あのスタッフもしょうがないですね。巻き込まれて、ダブルに、なんだろう、バックステかなんかやってくらったんですかね。ああ、10番が漏れた。さあこれで1本ずつ。
ればね、なんとかいけますよね。上取られちゃうとかなりきついんで、ナイトメアがないと。さあ、これはやりに行かず。さあ、すごい読み合いが発生してる。おー、なんとホバー、強気ホバーが刺さって、1本目は友崎くんが勝利、一勝。あのホバーはかなり勇気がいると思うんですけど、さあ、2本目の勝負は、どっから投げられる。さあ、あっという間に体力追いついて、さあ、今のアンダー難しいですね。さあ、これは3削り。友田君、ブランカーが何度このクソキャラと言ってた割にはかなりやりに行って勝っているぞ。難しい。さあ、友田君リーチ2勝。暗いナイトメア。さあ、削るだけ削って逃げるとでもちょっとしたらナイトメアが流れますよと。さあ、これ死んだか。あっと、ミスったが、まあまあ。ユッツさん何もしないが、キッチャンキック。さあ、どうなる。優勝は友田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、友田さん、ありがとうございました。まず最大の難敵は鳥の目がなったんで、それをなんとか倒した。同キャラ戦で最初の、はいはいはい、ブランカに負けたんで、最後はブランカで対戦をちょっと思い出して。ブランカはね、難しいっすね。ブランカね、難しい。あの、噛まれるともうそれだけは終わっちゃうんで、とりあえず逃げるだけのカードなんで、ちょっと近づいたところにダブル2を刺してましたけど、もう あんな感じの立ち回りになってしまうと。ダブルニーも結構危険だから、もう楽しみやりましょう。ああ、垂直で飛ばれて、噛まれて、垂直で終わるんで、はいはい、まあ、なんとか勝てましたね。いやー、さすがですね。あ、セロザンギ戦はちょっと、あの青いベガがあれ、ザンギいたっけ、セロテープザンギなんかいたっけ、非常に怖かったです。ありがとうございました。で、お疲れ様でした。
で、あとはしばらくの間の試合をお楽しみください。お疲れ様です。Fire!
Round 1, fight!
Fire!
Fire!
まもなく23時となりますので、放送の方はこの試合終了後終了したいと思います。また来週も放送しますので、その時またよろしくお願いいたします。皆様、この遅い時間までありがとうございました。また来週お会いしましょう。それでは皆様お疲れ様でした。